京都の琵琶湖の初優勝争奪オールサンケイスポーツ杯シーズン初日終盤戦に入ります。11、12はポイントアップのレースです。迎える11レース特別選抜戦、1、2、3、4、5、6コースは枠なりでしょうか。対戦メンバーです。1号艇村岡健人岡山、2号艇中村達也長崎、3号艇片橋幸隆滋賀、4号艇今泉優吾東京、5号艇前田健太郎福岡、6号艇野末智和静岡です。まずインコースに1番の村岡が入ります。前回以下大作優質モーターとありまして、ここ陰線人気を集めています。人気の要、2コースに2番の中村です。こちら人気対抗、3コース3番の片橋、地元片橋にも期待が集まります。1、2、3、4コース角4番の今泉、5コースに5番の前田、6コース6番の野末です。進入スタイルは3対3となりました。向かい風、現在は少し落ち着いておよそ2メートル、箱2、3センチです。外3艇から進入開始、進入コース、インコースから1番、2番、3番、ダッシュ、4番、5番、6番です。11レース特別選抜戦スタートしました。内2艇、まずはいいスタートです。インから1番の村岡、2コース2番の中村、ともに0台発進です。トップスタート0台中盤のスタートから1番村岡が先手を取りました。そして2番手に2番の中村が続く。3番手は4番の今泉です。1、2、4、1番の村岡を追って内から2番の中村達也、ここで並ぶか、並んで第2ターンマークへ。スタートは正常です。第2ターンマークは内の2番の中村達也から外1番の村岡が少し離されてまして、上位体系2番1番3番手には4番の今泉、2、1、4、そして3番6番は並んで最後に5番の前田、2周回目に入っています。2番中村のすぐ斜め後方、1番村岡がぴったりと2番手追走、2周1マーク、外全速1番の村岡でしたがやや膨らんで、そして3番手4番の今泉がここで1番の村岡に迫っていこうというところ。上位3艇は2番1番4番ですが、先頭2番手完全に水が来ました。あとは2、3番手、およそ2、3艇審査でまもなく2周台にターンマーク。2番中村から1番の村岡、指す4番の今泉はまだ届かず、2番1番4番でまもなく残りあと1周、最終周回になります。インからトップスタートでした1番村岡でしたが、2コースから攻めた2番の2番中村、1周バックで並んで2マークで2番の中村から1番村岡が2番手、そして3番手追走4番の今泉、まだ3番手変わりません。2、1、4、変わらず残りあと半周、最終第2ターンマークへ向かっています。2番中村から1番の村岡へ、そして3番手4番の今泉で折り返し、2、1、4、変わらず最後の直線コースです。まもなくゴールを迎えます。残りあと 50m、 2番中村先頭で5人、2番手1番の村岡、3番手4番今泉、残る3艇6番野末、3番片橋、最後に5番の前田がゴールいたしました。以上第11レース特別選抜戦でした。